いつもご視聴いただき、ありがとうございます。本日の株式ニュースをお送りします。リアルタップでは、毎年6月末の時点で100株以上を保有している株主に対し、4000円分のクオカードを贈呈する新制度が始まります。さらに、1年以上継続して保有する株主には、1000円分のクオカードを追加で贈呈するとのことです。マーチャントバンカーズは、24年10月末を基準日に、1000株以上を保有する株主に対して、ショッピングサイト、ラファンで販売する1万円相当分の商品を追加で贈呈すると発表しました。包みは、24年3月末を最後にクオカードの贈呈を廃止へと動きます。その他にも、15% 割引券の基準日を従来の9月末から3月末へと変更するとのことです。半導体洗浄装置の開発設計と製造を手掛ける JET がストップ高人気となった原因は、次世代半導体製造技術の基礎研究開発業務を完了し、新たに試作装置の研究開発業務を受託したことです。これにより、同社の株価は急騰し、時価総額も600億円強となりました。その高い技術力と未来的な展望が投資家からの期待を募らせました。岡野バルブ製造の株価がストップ高となりました。これは、先週発表された第一四半期決算において、同社が 2.7 億円の黒字に転換したことが影響しています。前年同期は 1.3 億円の赤字でしたので、この結果は大きな前進と言えます。また、上半期の計画を大幅に超過し、通期予想の進捗率も 54.7% となっています。特に、福島原発3号機の廃炉関連工事や東通り原発1号機の危機点検工事など、原発向け売上が好調だったことが功を奏しました。ギックスがストップ高を記録しました。これは、トヨタモビリティパーツと共同で、AI 整備見積もりシステムを開発し、提供を開始したためです。このシステムは、自動車の部品交換整備予測を AI が行い、その結果をもとに整備の必要性とその度合いを示す、AI 診断書を作成するものです。この診断書を用いることで、自動車の整備を行うエンジニアの作業負荷を削減することが可能となります。今後、全国のトヨタ車両販売店への順次提供も予定されており、業績への貢献が期待されています。前週末に NTT データがジャステックに対し、完全子会社化を目的に株式公開買い付け、通称 TOB を実施すると発表したことが、ジャステックの株価がストップ高となりました。買い付け価格は1株1940円で、買い付け予定数の下限は1176万8500株で、上限は設定されていません。買い付け期間は4月8日から5月23日までとなっています。TOB 成立後はジャステックが上場廃止となる見通しです。QPS 研究所は、内閣府から、令和6年度小型 SAR 衛星コンステレーションの利用拡大に向けた実証の案件を落札しました。落札金額は 15.38 億円。税抜き。で、納期は25年5月期中です。小型 SAR 衛星コンステレーションの本格的な利用を拡大するための実証事業で、様々な省庁での将来的な実務利用に向けた有効性の評価や課題の抽出等を目的としています。落札した事業の25年5月期以降の業績への影響については、現在精査中です。QP の第一四半期の営業利益は、前年同期比で 4.9 倍の 81.5 億円となり、市場コンセンサスの45億円を大幅に上回りました。さらに、通期予想も従来の255億円から310億円へと前期比 57.4% 増に上方修正されています。原料安効果が想定以上に強く、価格改定効果も寄与していると見られます。日本エンタープライズの累計営業利益は前年同期比で 60.2% 増の2億円となり、大幅な増益を達成しました。また、通期の利益予想も 2.1 億円から 2.8 億円へと上方修正され、前期比では 55.2% の増益が予想されています。この好調は、IT サービスの需要の拡大に伴うシステム開発サービスの増益、およびキッティング支援や ECASP サービスなどのビジネスサポートサービスの好調によるものです。さらに、年間の配当金も2円から3円に引き上げられています。統制の営業利益は、前年同期比で 41.4% 増の 95.9 億円となり、
通期計画の177億円に対する進捗率は 54.1% にまで達しました。これは自社開発の物流施設ティーズロジオ梅や商業施設ティーズブライティア自由が丘の売却など不動産開発事業の拡大に一役買ったと考えられます。さらに不動産ファンドコンサルティング事業における受託資産残高も 2.4 兆円を超えています。東洋朝野の24年2月期連結業績について営業利益が従来予想の7億7000万円から9億2200万円へ、そして最終利益が4億5000万円から6億300万円へとそれぞれ前期比で増加しました。売上高は一部工事の進捗の遅れが影響し160億円から150億6700万円へとやや下振れましたが、収益改善を目的としたリフォーム戦略にのっとり基本的な収益改善策の積み重ねが成功した結果となりました。暁飯島工業の第2四半期累計の単独決算は売上高が46億5900万円、これは前年同期比で 71.5% の増加です。さらに営業利益も3億5900万円と前年同期比で 3.4 倍という大幅な増益となりました。受注工事高は減少しましたが、設備事業の完成工事高が大幅に増加したことや太陽光発電事業も売上を大幅に伸ばしたことが影響していると思われます。 3A は25年2月期連結業績予想を発表し、売上高を前期比 3.8% 増の2361億2000万円、営業利益を同 1.3% 増の166億7000万円と見込み、前期に続く増収増益トレンドを予想しました。これにより株価には好感の買いが入っています。配当予想は前期比同額の110円としました。また、新型コロナウイルスの5類移行に伴う行動制限の緩和が追い風となったことも影響があるとみられます。東海ソフトは24年5月期の単独業績予想を上方修正しました。売上高を81億円から86億円へ、営業利益を8億9900万円から9億9800万円へ、純利益を5億9500万円から6億8000万円へと修正しました。また、期末一括配当予想も35円から45円へと引き上げました。これにより、株価が大幅に上昇し、3日連続の値上がりとなっています。これらの好材料は、国内製造業物流業の競争力強化や業務効率化を目的とした事業のデジタル化のためのシステム投資が続く中で、同社のソフトウェア開発需要が高まっていることが要因となっています。出品はカメラや時計などの高級商材の買取や販売をインターネットを通じていっています。前日に同社が発表した3月の月次売上高は、前年同月比 12.6% 増となり、2桁伸長しています。また、これは3ヶ月連続で前年実績を上回る結果となりました。これらの好結果が投資家からのリバウンド狙いの買いを引き出している状況です。ワッツの100円ショップ直営店の既存店売上高は前年同月比で 6.2% 増となり、6ヶ月連続で前年実績を上回る結果となりました。これは明らかにポジティブな動きで、市場では好意的に受け止められています。全社の売上高も同 5.0% の増加を示しています。買取王国は、3月度の月次売上が前年同月比で既存店売上高が 7.1% 増、全店売上高が 13.2% 増となったことが報告されました。これは、25ヶ月連続で既存店売上が前年実績を上回り、全店売上高については3月単月の売上高としては過去最高となりました。特に、ファッションや工具、ホビー、貴金属などの商材が順調に推移したことが寄与しています。3D マトリクスは、自社の自己組織化ペプチド技術を用いた吸収性局所止血剤、ピュアスタットについて、静岡県立静岡がんセンターで異外科領域への適応拡大に向けた特定臨床研究が開始されたと発表しました。ピュアスタットは、現在日本では消化器内視鏡治療での止血監視による焼灼回数の低減を目的として使用されているが、異外科領域でも高い臨床ニーズがあると考えられています。株式ニュースをお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録、拡散を何卒よろしくお願いいたします。紹介してほしい情報などがあれば、ぜひコメントください。